ちゃん。すげーい。かわいいね。みんなハートで。これかわいい。スリッパね。うん、ぴったりかもしれない。うん、それにする。うん、あったかそう。めちゃめちゃ可愛いこれ。ここでー好きそう、これ。かわいくない？かわいい。なにこれ、めちゃめちゃかわいくない？ゲーム機のネオンランプ。かわいい。めちゃめちゃかわいいんだけど、これ。こんなの前なかったよね。なんかこんなのもあったっけ？これあったか。かわいい。めっちゃかわいい。これね。めっちゃかわいい。ネオンランプ。かわいい。なんかこういう普通のもあるね。ね。これちっちゃくてなんかかわいい。シンプル。なんか白いお部屋とかに合いそう。あとこのなんかシンプルな黒のやつも。ちょっと大きさは小さめだけどね、うん、いいかも。ちょうどいい。でもやっぱしーちゃんこれだね。これがめちゃ目を奪われました、これに。乗せてるし。ウケるんだけど。かわいいのね。どれ？これ？おお、ちょうどボロボロだったから。今度色を緑っぽいのに変えるの？確かに。青じゃなくて緑でいいの？これ青もあるけど。緑ね。じゃあこれにしよう。やっとボロボロから解放。これかわいい。なんかちっちゃくて。お目当てで来た鉛筆がないですね。いつも買ってたやつね。メモ帳も欲しかった。メモ帳もね、お目当てで来たやつがもうないね。ないね。あ、これかわいい。見て。かわいくない？クッキー。かわいい。ね、ついになくなっちゃったね、あの鉛筆。残念。マジ？筆箱？そう、筆箱のレザー。リサイクルレザー。へー。いいね。まんま入らない。シンプルだね。ちょっと持ち歩く、1本2本とか、そういう感じ？かわいいね。これはグレーの方がかわいいかな。うん、グレー、ああでもなんかこれはこれで味があるけどね。まあ、グレーはグレーで、まあ、好みだね。皆さんこれかわいいですか？これ色が変わるんだって。あ、なるほどね。お湯かなんかを入れると、こうなんです。しかもめっちゃ値下がってるね。600円から200円ですよ。みんないらないってこと？ダメだよ。筆箱になるんだ。え？なんつった？あ、ゆでだこね。ひーちゃんこれ。そう、顔、あ、ママも映っちゃう。やめて。やめて。ママ映っちゃう、やめて。この、なんか不思議ちゃんなマグカップも面白い。ね。不思議ちゃんじゃない？タコじゃない。不思議ちゃん。タコ。タコなのこれ。不思議ちゃん。可愛い。どうせ4本しか刺さないよね、最高でも。どうも。これにしよっか、あれ汚いから。うん、変えよう。じゃあ1個。うん、歯だね。歯です。歯ですね。歯です。何これ？
なんか変なものが入ってる。何これ、何これ、背中グリグリする、背中グリグリするやつなんだ。へぇ、かわいい。セットだよ、セットセットなの、セット、あ、なるほど、これでセットね、これでセット、これで、これがセットね。そう、かわいい、いいね、かわいいね。こういうのもここで売ってるんだね。え、こういうのは100均でもさ、売ってる、売ってるね、いるけど、ちょっとでもこっちの方が分厚いけどね、大きめだよ、ね、大きめ。かわいいね、かわいい。しょうちゃんはもうワゴンだからね。そうなの、かわいく置くのもいいだったんだけど、別にでもメイクじゃなくてもね、なんか小物があれでも入れられる、割れるんだよ、ちょっと割ってお金出すんだよ。なんかわいい、割りたい。あ、さっきの入り口にあったさ、豚の貯金箱可愛かったよね、しょうちゃん。かわいい、ぬいぐるみの。ダメで終わったら、ダメ終わっちゃう。小顔ローラー、小顔ローラー、本当だ。小顔になるかどうかは分からないですね。電動だから小顔になるかなと思って。そういう問題なの、電気、電動だとなるの。あ、もうこれ可愛い、してみる、試してみようか。串、100円で2個、お得じゃん。可愛い串、あ、これいいね、こういうカラーな。これ数えていい、いいよ、買います。100円だって串、買います。100均と思ったら1つ50円だよ、ね、だから100均より安いと思う。そうだ、買います。こちらは400円ですね。はい、はい、次、かわいい、お部屋にね。あ、ママの好きな、絶対ママ好きだよこれ。え、ママこれ家にない？ある、あるよね、ある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 。今度じっくりママの部屋見てみて、あるから。マジで買いました。結構買った ね、袋可愛い。そうなんです。袋は100円でした。可愛い。はい、じゃあ入りましょう。はい、入ります。いい感じね、可愛い。